スキャン中。被験者。責任者を務めるのは大仕事よ。真剣に受け止めてくれることを願うわ。ユニット B592 はこうして話している間に再生処理を受けている。もうじき仕事に復帰するはずだ。ジャスティン、近いうちにダイヤモンドシティに行くのなら君に頼みたいことがある。知らないだろうが、市長はインスティチュートが送り込んだ人造人間だ。連邦の動向を監視し、我々の利益に影響する事項をまとめて報告してくれている。誰よりも地表に行く機会が多いだろうから、最新の報告書を回収してもらえるだろうと思ってね。断る理由がない。引き受けてくれるんだね。市長は執務室で待っている。報告書を渡されたら、それを持ち帰って私に手渡してくれ。いいか、慎重さがダイヤモンドシティでの作戦の鍵だ。だから目立たないようにしたまえ。おい、望みは？そこで待て。よし、必要な時は言ってくれ。新しい家を楽しんでね。外せない用事がある。すまない。マクドナウ市長。いや、よく来てくれた。またお目にかかれて嬉しいよ。共通の友人のアヨシの使いだそうで。あの方は元気かな？例のものはあるんだな。単刀直入なのは歓迎だ。市長の時間は貴重だからな。なんといってもグールだけで運営しているファームがあるのだ。信じられないだろうけど、将来的に問題となるかもしれない。私は厳格なグール全面排除政策を掲げていてな、スケープゴートを作っている身としては、彼らには漠然とした恐怖であり続けてもらいたい。ところがグールの居住地はグールへの審判の温床となる。共通の友人には奴らが幾分友好的でなくなる理由を与える必要があるかもしれないと伝えてもらいたい。詳細は全て報告書の中に書かれている。他の興味深いニュースについても。さ、これだ。誰にも見せてはならない。敵の手に渡すくらいなら君の手で破棄してくれ。他に知っておくべきことは？今のところこれで十分だろう。他にあったら共通の友人に伝えよう。見送りは省かせてもらう。気をつけて。上に比べるとここはかなり退屈に決まってる。ドクター・ヒックスとドクター・ローケンは多数の規則違反を犯しています。リベルタリアのレイダーたちは相当厄介な連中だったようだね。ダイヤモンドシティからの報告書だ。よし、受け取ろう。次の報告書を受け取ってもらう時期になったら連絡する。以上だ。協力の報酬として何かくれるんじゃないのか？ファーザーがあなたを招いたのは協力してもらうためであって、傭兵ごっこをさせるためではないはずだがな。どうやら誤解してたようだ。忠誠心を買わねばならんというなら仕方ない。他に選択肢もないしな。さあ持っていけ。私より君にとってずっと有用だろう。ともかく言った通り、次の報告書を受け取る時期が来たら知らせる。スキャン中。被験者の身元判明。
ファーザーがなさったこと、築き上げたものを見れば誇らしく思えるでしょう。喜んでお手伝いします。聞こえてるのは分かってる。さあドアを開けるんだ。もう勝手にしろ。どうしたんだ。ドクターヒックスとドクターローケンがファーザーの後継者にあなたが指名されたことに抗議することにしたんだ。バイオサイエンスのセキュリティシステムのコントロール権を奪って食料供給を遮断した。奴らは要求を出してきたか。まだだ。しかしインスティチュートと絶縁するように迫ってくるはずだ。彼らと連絡を取る手段はあるか。ああ、メンテナンストンネルを開こう。そこからバイオサイエンス観察室に行ける。そこならヒックスとローケンと話せる。説得できないようならこのホロテープを使うといい。観察室の端末の指揮機能にアクセスできる。そうすれば選択肢を増やせる。ただどうかまずは話し合ってくれ。暴力は最後の手段だ。ここだ。ちょっと待ってくれ。さあ開いたぞ。したと思ったんだ。衛兵を突破したんだな。褒めてやろう。いや、ドクター。我々に本意を促しに来たというなら時間の無駄だぞ。話し合えないか。ファーザーは理事会に断りもなくお前を後継者に指名した。私がそのやり口を見習って何が悪い。ファーザーは信じてくれている。せめてチャンスをくれないか。私たちの仕事をほとんど知りもしないくせに、どうして私たちを導けるというんだ。熱意はあるんだろうが、無理なことだと思い知れ。足を引っ張らないようにするから、うまくいくさ。そんな単純な話ならよかったがな。残念だが、お前にはファーザーのような科学的造形がない。お前には我々を理解することも、研究を理解することも無理なことだ。せめてチャンスを与えてくれないか。チャンスだと？どう思う、マックス。いかに几帳面な研究者でも、時には賭けに出なければならない。試してみようじゃないか。いいだろう。ドアを開けて家に帰ろう。人造人間、コマンドオーバーライダーを解除し、通常作業に戻れ。ドアのロックが解除された。人造人間、次期責任者にふさわしい者は他に何人もいるのに。ファーザーはどうか。ブラボー。正直最悪の事態を恐れていたが、あなたを見くびっていたようだ。最悪の事態を恐れたってどういう意味だ。とにかく負傷者を出したくなかっただけだ。もう一つ話しておくべきことがある。当然だが、何らかの処分を下さなければならない。どんな形で行うかという点はお任せする。
執行猶予にしよう。宿舎と職場以外へのアクセスを制限する。寛大な処置だ。全職員に周知しておこう。ホロテープを返してくれ。それから個人的な感謝の印として渡したいものがある。任務でたびたび物資の乏しい地表に行くかと思う。いろいろな必需品を集めておいた。きっと役に立つだろう。